昭和の漫画「トイレット博士」から「ダラビチ博士」。じゃあね、目玉を入れていきましょう。大きさこのぐらいでいいかもね。そして黒目の位置決めです。やっぱりね、顔、特に目を作るときはね、慎重に。今度はね、細いかぎ針で、こう引くような感じでね。かぎ針を立てない。そしてね、これ漫画的表現でね、目の上にこう線を描いて、まあ、ウインクみたいな感じになるんだけど、これが立体だとね、なんか目を傷つけているようなイメージもあって、ちょっと考えどころかな。どうしたらいいんだろう。よし、このぐらいでいいんじゃないでしょうか。はい、口にね、ベロが入れられるようにしましょう。この道具ね、タミヤの朝食スティックという道具、プラモデル屋さんでね、売ってますよ。さっきね、形だけ入れた口の部分をこれで少しずつ深く彫っていってます。この辺にね、ベロが入るので、ちょっと口をね、増殖していく、引っ張りながら開けてます。もうちょっと開けばね、ベロが入るぐらい。とりあえずこの辺かな。そして、これはね、僕流の表現なんですけれども、口角をね、ちょっとクイッと開ける感じで表情をつけてます。この漫画の場合はね、口の形こんな風にこうグニャンとなってなくて、 U の形にスーッと引かれてるんですけど、立体になるとね、その形にするとちょっと辛いので、僕はね、こういう風に、何て言うの、ふにゃんと波のような形にしてます。ボディに足を入れる準備。こうやってね、足が入る穴を開けて、はい。足入れますけれども、足にね、爪楊枝刺してるんですけれども、爪楊枝ゆっくり入れたりねじるとね、ペケなんです。もうね、一挙にズバッとスッと入れちゃいましょう。ねじったりね、ゆっくりだと爪楊枝に粘土がね、まとわりついて形が崩れちゃうんでね。よし、足が入りました。こんな感じかな。いいでしょう。じゃあネクタイをね、つけていきましょうか。小さいパーツなのでね、慎重にヘラでね、形を整えていってます。集中するとね、モニターからはみ出てしまって、ごめんなさい。
直線的なパーツはね、やはりヘラを使って形を整えていきます。これでネクター、ネクタじゃない、ネクタイ、OK かな。はい。ネクターは飲み物ですよね。次、ボタン。これはね、もう単純な丸ですから簡単です。これぐらいかな。はい、じゃあね、手を作りましょう。こういうふうに伸ばしてね、手首、袖口のところでね、切り落としますけれども、持てるようにこんなふうにね、一応伸ばしておきましょう。手を作る時のポイントなんですけれども、まずね、親指作るというか、ここから親指を引っ張り出すことね、ここが割とむずいです。親指をね、引っ張り出します。やっぱりね、押して形を作るのは簡単ですけれども、なんていうの、引っ張り出すことは難しいですから。これでなんとかギリギリ親指がね、出ましたか。そうしたらね、手のしわと指のモール像を入れていきましょう。なんとかね、手の形になりました。もうちょっとしわ入れました。こっちは手のパーの形。今度はね、左手のグーの形も作っておきましょうか。これもね、とりあえず、まず親指がね、できれば OK です。軽く拳を握った感じで、こんな感じかな。指も入れときましょうかね。前回はもうこっち、指のモールドは入れなかったですけど。よし。はい、こんな感じ。袖口もね、作っておきましょう。これも単純だから。丸を作ってね、軽く伸ばして、そしてまた袖口のね、エッジを立てましょう。そして、しばらくね、こういうのを保管しておきましょうか。じゃあね、ベロを作りましょう。ベロは、片方つまみながら片方潰していくと、葉っぱなんか作るときね、こういうふうに作りますけれど、そうして真ん中に1本線が入ればね、ベロは出来上がり。こんな感じでしょう。ヒゲをつけてます。もうね、ある程度乾いてきたので、もうね、タミヤの朝食スティックに水をちょっとつけてね、そうするとヒゲくっつきますので、そのまんま丁寧にヒゲを並べて、並べてます。できました。ヒゲこんな感じかな。さて次はね、黒目入れましょうか。大きさはね、トン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 と押してある程度整えて、そして黒目の中の虹彩の穴も開けておく。やっぱりね、こうやって光が入るといい感じ。ベロも入れました。
顔の方はね、これで大体いい感じではないかと思います。さて、髪にね、頭をついにのせましょう。いい具合にね、乾いてきています。乾いたといってもね、表面は乾いてもまだね、完全に乾いてるわけじゃないんで、こんな風に弾力があって、形をね、まだ後から調整できます。ここは慎重にいきましょう。やっぱりね、これだけ丁寧に乾き具合などを見ながら作業してきたので、髪を曲げて、正面以外のね、角度から見てもおかしくないように、後頭部、それとおでこね、いい感じで厚みがあります。ね、5年前のものはね、やっぱり薄いから不自然でしょう。今回の方が自然になったと思います。パーツもね、こんな風にワンパーツで、黒にピントがあったら画面が明るくなっちゃったね。顔、これで完成でしょう。じゃあね、手首と腕をもうつけましょう。手首のところでね、こうやって切っちゃって、こんな風にね、少しすぼめたら、袖口にね、くっつけます。こんな感じ。もうね、ボディにつけてしまいましょう。そのまんま。慎重に位置を確認しながらね。前のよりもちょっとでかいのかな。じゃあね、頭とつなぐためのね、ここに串を刺して頭と合体させますんで。これね、スパチュラ、さっき説明したかな。このお尻の部分でね、こんな風に穴も開けられますんで。で、串を刺してみる。これでボディは完成ですね。次はね、慎重に頭どの辺でつなぐか位置を決めましょう。前後左右からね、確認しながら穴の位置を決める。これで、ダラウィチ博士、これでね、完成しました。前の分よりはね、少し大きいけど、全体的なデッサンいいんじゃないですか。後頭部もね、おでこもちゃんと膨らんでるし。ありがとうございました。こちらこそ、完成です。